スラートターニー教区スラートターニー教区は、台南部全県とプラチュワップティーリー間県を管轄するローマカトリック教会の市教区。スラートターニー県、ムアンスラートターニー軍タラートマイりー317に市教座を構える。1969年、ラーチャブリー教区から分離した万国大市教区の会にある属市教区である。歴史的に、 スラウトターニー近辺の地区は1930年代、主にサレジオ会による連動がなされた地区である。2001年現在では担当する76,562平方キロメートルの地域の中に住む約900万人の住民のうち6,682人のカトリック信者を抱えている。教区は4地域にグループ化された39の小教区に分かれる。 スラートターニー教区のセーラファイル聖堂市教座聖堂は、ムアントスラーターニー軍のセーラファイル大聖堂。北緯9度9分0秒統計99度20分4秒。北緯9.1500度統計99.33444度。9.150099.33444。現在の聖堂は1962年に落成。百六十九年に、 本教区が創設されたときに、司教座制度になった。ありがとうございます。